どうも、ゆいみんです。今日はじゃん、ジャイアントコーン大人のチョコミントね、ジャイアントコーンの大人のシリーズにチョコミントが出たので早速食べてみたいと思います。分類はアイスミルクですね。1個269キロカロリー。大人の白いチョコミントって冬に出てたんだけど、これは普通に緑のチョコミントですね。ペパーミントの爽快感って書いてあります。どの辺が大人のなのかっていうのも含めて食べてみたいと思います。じゃあ開けていきましょう。結構なんかチョコチップがいっぱい入ってるような見た目ですね。おお、なんだか上のクッキーの部分がすごく黒いチョコレートな気がするから、この辺がもしかしたら大人のなのかもしれないね。微妙に変形してるっていうね。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。ビターチョコとビターチョコのビターココアのクッキーが大人。うん、ミントアイスは結構スースー系です。なんか今年は結構スースー系のミントアイスが多いような気がする。で、この甘さ控えめでチョコがビターな感じがやっぱり大人なんですね。チョコチップもいっぱい入ってて楽しいと思います。ここのウェハースもココアですね。いや、文句なしに美味しいです。ビターチョコ食べ終わっちゃってもチョコチップもいっぱい入ってるし、結構すっきりしたミントアイスだから飽きが来ないですね。っていうかチョコミントにはですけどね。うん、ココアのコーンもサクサクで、またね、ビターチョコとあのミントアイスだけと一緒に食べるのと別々に食べるのまたね全然味わいが違って、結構チョコミントがほんとザクザク入ってるので、なんかジャイアントコーンって上だけ食べちゃうとうんっていう感じではあるんだけど、これは結構私はレベル高いと思います。ジャイアントコーンの大人のシリーズの中でね、やっぱりまあ自分がチョコミントだからっていうのがこれ美味しいですね。うん、うん、本当に爽快感のあるミントのね、チョコミントの人はぜひ一度食べてみてくださいね。美味しい。今日はジャイアントコーン大人のチョコミントを食べてみました。これはセブンイレブン限定なので、お近くのセブンイレブンでぜひ探して食べてみてください。すっきりミントが好きな人におすすめです。甘党じゃない人におすすめなアイスですね、どちらかというと。それではまたね、バイバイ。